ホームチャンネル。はい、本日紹介した一着はこちらのテッドマンのスカジャンです。こちらのスカジャンはですね、あのリバーシブルタイプではなく、あの片面タイプのスカジャンです。で、胸にはですね、こんな感じでドラゴンと竜とこのテッドマンが刺繍で描かれてます。でタグはこんな感じです。で、中はですね、こんな感じでキルティング加工になってます。スカジャンはですね、この背中のデザインでかなり好き嫌いが分かれるところではあるんですけども、こちらのテッドマンのスカジャンは、まあ、テッドマンらしくこのドンとこんな感じで刺繍が入ってます。これ全部刺繍です。印刷ではなく刺繍です。このスカジャンってリバーシブルでも片面しか着ないことが多い方も多いと思うんですけども、どうせだったらこの片面しかないスカジャンっていうのもですね、リバーシブルで着ることはない方だったら全然問題ないと思います。以上、テッドマンのスカジャンの紹介でした。